はい、皆さんこんにちは、みちこカレーです。毎度ご視聴ありがとうございます。本当にありがとうございます。これがですね、私があちこち出かけておりますホンダフリードハイブリッドでございます。フリードプラスかな、ハイブリッド 4WD になります。なぜこれを選んだかというと、まず車中泊ができるってことですよね。プラスっていうと一番後ろの席がないやつになるんですけど、それだと車中泊ができるっていうのと、まあ、シエンタもちょっと考えましたけど、まあ、車中泊できないのと、やっぱちょっと狭いかなっていうのを感じて、ハイブリッドをフリードにしました。はい、では、フリードのいいとこ悪いとこお話をさせていただきたいと思います。はい、私のグレードはですね、両面スライドドアがついております。はい、これが非常に便利ですね。車黄色なんで目立つので、見つけやすいっていうのもあるんですけど、そこでドアを開けると、まあ、後ろの人が あの車だっていうのが分かりやすいという感じになりますね。これ座布団ね、2枚重ねてるんですけど、なぜかというとこの車乗り心地が悪いわけでもないですし、ふわふわしてるわけでもないですし、非常に安定した車なんですが、ちょっとした段差ですよね。段差の時に突き上げの角度が鋭いんですよ。ツンってくるんですよ。でなので、座布団2枚してないと腰痛くなっちゃいますね。はい、でまあ、内装はまあもうちょうどいいホンダっていうことで販売しておりますんで、もう本当ちょうどいい感じですね。プラスチックで安くもなく高くもなくって感じですね。でまあ、ここの物入れは非常に便利です。グローブボックス以外にこれぐらい大きい入れ物があるっていうのは非常に便利になりますね。でまあ、ここの部分プラスチックなんですけど、やっぱナビをつけるホルダーを取り付けるためにこのプラスチックっていうのがすっごい便利です。で私中古車しか乗らないんで、もうナビなんてもう使えませんから、Google ナビを使っておりますので、こうやってスマホホルダーを取り付けるのにはすごい最適ですね。いいと思います。そしてですね、問題のホンダセンシング関係ですね、あとまあドアの開閉関係ですか。はい、ドアの開閉はここのボタン右左、まあ、このグレードだと両側自動 で開くので、ここにスイッチあるんですけど、これ夜になってドア閉めると全く見えません。はい、なので左右間違えて開けたりすることがよくあります。なので、まあ、LED で光らせるなり、反射のシール塗料を貼るなり、あと白い部分を大きくしてなんとなく分かるようにするなり、デコボコさせるなりしてもらえると非常に助かります。でまあ、この下がホンダセンシング関係のスイッチになるんですけど、まあ、常時入れっぱなしになるんですが、ホンダセンシングはおもちゃだと思ってください。まともに働くと思っていただくと事故ります。はい、まあ、この方前期型だけかもしれないですけどね、後期型はいいかもわかんないですよ。で今やってるのは、レーンキープの真似してるんですけど、このレーンキープもまともに働きません。右行ったり左行ったりします。はい、あと思いっきり白線が出てるのに白線を認識しなかったりしますし、もちろん前の車がね、信号待ちの時発進した時にポンと教えてくれるんですけど、そういう機能であったりとか、急ブレーキを危ない時にかけたりとかいろいろあるんですけど、ね、それも全て気まぐれになっております。はい、おもちゃです。はい、でメーターですね。メーターはかっこいいですね。でちょうどいいホンダって感じで、いい感じだと思います。この数値関係なんですけど、まあ、誰も信用してないと思いますけど、まあ、距離計以外は誰も信用してないと思うんですけど、よくネットでね、燃費がね16キロとか17キロって書いてあると思うんですけど、あれ嘘です。はい、満タンで方法で測ると14キロぐらいかなになりますね。でもちろん気温計も嘘ですよね。でまあ、こういうふうに、巻き込み防止の、ね、ガラスがついてたり気使ったりしてるところがありますよね。でもってこのウインカーレバーですね、これ大っ嫌い、短い、そして引っかかりが悪い、引っかかるようにデコボコがないのと、長さが正直2ミリ足らないです。2ミリあれば問題なく使えると思うんですけど、だから手のちっちゃい奥様とか使われる場合は非常に不便だと思います。本当不便です。でこれ、オプションで買う時つけてもらったフォグランプなんですけど、わざと普通の電気にしてあります。
はい、LED をつけたがる人が昨今多いと思うんですけど、あのメインの電気がライトが LED なんで、あの雪の日走った時にね溶けないんですよね。だから下は普通の電気にしてあります。でこれが鉱石ですよね。鉱石今これオプションでも何でもないんですけど、僕が勝手につけてるやつですけど、寝る時の頭乗せ枕みたいなのがアマゾンに売ってますんで、でこれ非常に便利です。後ろに人を乗せる場合はだいたい寝ちゃうじゃないですか。その時に頭がグラグラしないように押さえる、やつを売ってるんで、まあ、これアマゾン概要欄に貼っときますんで、いいなと思う人はどんな車にもつきますんで、つけてみてください。で、今は、フルフラットにしようと頑張っておりますね。これは全席を一番前にしますね。もうここからスタートします。全席を一番前にします、はい、で一番、直角にします。もうそこからがスタートです。で、まあ、この倒していくのは、まあ、このヘッドレストを取るのちょっと面倒くさいですけど、倒していくのはそんなに面倒くさい作業ではないですね。もちろんワンタッチではないんで面倒くさい部類に入るかもわかんないんですけど、部類の中では簡単だと思います。はい、でこの板ですね。で鉱石とリアの荷室ありますよね。荷室をつなぐための段差をなくすためにこういう板が、ついております。はい、あこれやり方ですね。こうやってやるという感じですよね。で、まあ、あとは鉱石、背もたれをバックレストを倒すだけという感じですね。で今は、まあ、こうやって紐で通常止まってまして、それをはい展開と、はいフルフラットですと、はい、段差のあるフルフラットですと、フルフラットって何なんだと、段差があってフルフラットって何なんだと思うので、私はこのスタイロフォームというホームセンターで売ってる断熱材を、敷いております。これ発泡、簡単に言うと発泡スチロールなんで、これビニールでぐるぐる巻きに、ビニールテープでぐるぐる巻きにして、まあ、透明のね、してあります。でこれ、車体の R に合わせてカットしてあります。でもちろん、発泡スチロールなんで割れたりとかすぐします。はい、なのでこのテープはもう必ず貼っといた方がいいと思いますし、使用頻度によっては材木でね、木材で使った方が、作った方がいいと思います。でこの真ん中の渡し船の板に合わせて太さ分厚さ合わせてあるんで 25mm です。25mm の、板を買ってきてください。でこれフルフラット 1800mm って確かそれぐらいで書いてあったと思うんです、カタログ上。でも 1800mm は 1800mm の人は寝れません。はい、私 176cm ですけどもちろん寝れません。寝るって足直角じゃないし、壁との隙間もいるし、寝袋なり布団なりの隙間もいるし、って考えると、まあ床にね布団を引けばいいと思うんですけど、この頭の部分がこのブルーの部分から必ず出ます。はい、なので、まあ、適正身長は170センチぐらいかなの人が適正だと思います。で、これはね27センチの靴なんですけど、置くとドア閉まりません。だから靴の置き場にねすっごい困る。うん、であとは言ってた寝心地なんですけど、2人寝ようとしたら、2人だったら165センチじゃないと2人寝れませんからね。なぜなら R の部分が絞られてるんで、端っこ端っこになると短いですから、真ん中で180ですからね。その辺をお気をつけくださいね。はい、ということで、まあでも総合的に言うと非常にいい車です。この方は非常にいいと思います。直進安定も性もいいですし、まあ、ハイブリッドっていうのもありまして非常に重いです。はい、なのでどっしりとした走りが楽しめることになります。まあ、悪かったのは突き上げて腰が痛くなる、ウインカーがまともに入れにくい、でもって燃費がハイブリッドなのに14キロだと
いうことですね。18キロぐらいは欲しいよね。なので、僕がおすすめするのは後期型の、前輪駆動だけのエンジン車がおすすめです。ハイブリッドは買わない方がいいです。どこのサイト見てもハイブリッド あのバッテリー交換ってプリウスしか乗ってないんですよ。つまりそれだけフリードの電池を交換する人はいないんですよ。ということでフリードは非常にいい車でもございます。これぐらいのことは見逃してくださる方ぜひどうぞ。